国家的でしょ、民主主義とはこう対立するようなものじゃないですか。それが反対の一番の理由ですね。国会の軽視は国民の無視です。で、民主主義の破壊です。私たちは無視されました。これからもおそらくそうなります。なぜかというと、今武道館で行われていることは安倍政権に権威、権力だけではなく権威を付与するためのことだからです。民主主義はどのように破壊されるのか、その兆候を私たちは見つけて常に戦っていかなければならない、そう思っております。スピーカー